ち、ルミアのディマーケーション避けられない事件。アイルに、ジルノのセールスカウも避けられない事件。アイルさん、レイジさんのここが抜けすぎる事件。事件になってるのはお姉様の頭の中ですわ。お嬢様相当精神に行ってそうですね。よくも私にこんな悪魔のゲームを押し付けたわね。お姉様が下手すぎて悪魔に見えるだけよ。一向にクリアできる気配がありませんもんね。昨夜、私ステージ5あれだけ説明したのに。昨夜さん、なんて、冗談ですよ。もう無理。はいはい、泣き言言わない。よし、今まで一番いい感じでここまで来た。これでクリアする、これでクリアする。クリア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 。お姉様うるさい。ニッともボム。厳しい。私が何十時間やってると思ってる。何十時間やって一番いい状況がこれですの。黙れ、喋るな。暴言姉だわ。お嬢様コンティニューしないでここまで来るの本当に久しぶりですね。なんで、パチュリーや昨夜にステージの攻略教えてもらったんでしょ。いやいや、それが、お嬢様いつも1ステージや2ステージで被弾してしまうのです。はぁ、ステージ1や2で被弾するとお嬢様の腕ではまずクリアできません。よってリスタートするのですが。もしかしてずっとリスタートしてるの。1時間プレイしてステージ4に進むのは1回か2回が現状です。まずステージ1とステージ2を練習しなさいよ。来たわよ。それでも当たるときは当たるのよ。正直ステージ2までは、被弾は当然のことながら、ボムも使いたくありません。ですが、プレイしてきてお嬢様が2ステージまでノーミスだったのは数えても2回くらいしか。余計なこと言わなくていいのよ。それじゃあ本当にお姉様一生コウマチョやってることになるじゃん。あなたが言ったのでしょう。お姉様の下手が私の予想をはるかに上回ったわ。ちね、通常でボムを使わされましたね。当然ここでもボムを使用。ラストラスト。お姉様もしかしてクリアする気でいるの？当たり前でしょう。ここで終わらせてコウマチョは向こう5年間はやらなくていいようにする。頑張ってくださいお嬢様としか言えません。さて、最初の立ち位置はと、もっと前ね。やっぱり最初の食らいつきが重要重要。始まってしまいました。あ、この攻撃に覚えあるわ。ふっ、いい感じに避けられてる。ボム使うか、使わないか、いや使う。使わずに避けられそうだったのに。抱え落ちは嫌だ、抱え落ちは嫌だ。こういう思考がお姉様を鈍くしていく。お嬢様の考えは弾幕では重要なことですよ。昨夜は分かってないわね。そうですか。終わった。お嬢様ここで被弾。被弾したならもうボムは使いたくないけど。使わずに倒せるでしょ。お嬢様冷静に。大丈夫だっていけるって。悪魔のささやき、悪魔のささやきが聞こえる。ってことは使うが正解。絶対使わなくてよかったでしょ。どんだけ心弱いのよ。うるさい、悪魔ね。お前も悪魔だ。状況は最悪ですね。さすがにここで当たることはない、と思う。ダメだわ。今回は大丈夫みたいですね。まだクリアできる可能性はある。コンティニュー前なら全部どの状況でもそう言えるわよ。2枚目です。ここはボム1個、1個で突破する。お姉様にできるかな。使うタイミングは次の弾幕が当たりそうになったら、当たりましたね。ふん、順調だわ。そして針の山が終わったら速攻で次の攻撃が来るから収集なんて絶対にしない。この通常も簡単なブルーです。被弾は愚かボムも使いたくありません。その通り。でも私、この攻撃に当たってたお姉様にたわよ。見るな。見たって言ったのよ。気を回転して見てないことにしなさい。無理。来ますよ。ここからが難しい。まずはこのステルカードをボム1個で突破したい。結構耐えないと無理よ。ですね。当たる。まあここで使ったら厳しいわね。ランチゼロです。最後のステルカードが見れるか微妙なラインね。なんと言ったって次のステルカードは最後のステルカードより難しい。それと、ここの通常も結構難しいです。このばらまきなくしてほしい。マジで。次の大玉連射もやめてほしい。全部じゃない。いやいやいや、3回目の攻撃はどんどん行ってもらって構わないわ。他と比べると圧倒的に楽ですからね。確かに圧倒的に楽ね。ここでこの体力なら、大玉もまた来そうですね。大玉も簡単そうに見えたけど。何を言っている？あれ結構難しいのよ。怒らない怒らない、被弾するわよ。だ、まって。よし、ここで被弾も手ズボムも使わなかったことなんてない。つまり、今の私はめちゃくちゃ調子がいい、イコール勝てる。そんな甘いゲームかしら。来ます？極悪ステルカード。まずここでボム使うじゃん。そしてここでボムを使うんだよね。そうするといつの間にか突破してる。そりゃボム2個も使ったからね。これが最後のステルカードです。それとほぼ同時に最後のボムも消えたわね。え、なんでそれが来る。もうミスは許されません。あ、右後ろ。はぁ、マジはぁ。暴れるな。お嬢様のコンティニュー挑戦終わりました。あの残機でクリアできるとは思ってなかったわ。最高の状態だったのに。一球
し、3ステージをもうちょっといい感じに突破できれば、3くらいは持ってこれそうなんですがね。そんなに序盤でどこに当たるっていうのよ。一番最初にお嬢様も言ってた通り、あの3箇所はお嬢様がよく被弾するポイントですね。ひどい時は1ステージ始まって30秒で被弾しますよ。中ボスも出てきてないじゃない。きっと今使ってるコントローラーの調子が悪いのね。物のせいにするな。あとはステージ3の道中での被弾が多いですね。そしてステージ3の道中後半で被弾してしまうと、メイリンの一番最初の通常がかなり厳しいことになるので、それでドンキがさらに減ってしまう。なんできつくなるの？被弾した状態でボス戦に入ると、弾速は遅くなるのですが密度が濃くなります。だから被弾してしまうのですね。なるほど、そういうことね。もっとゴムを使うところと使わないところはっきりして挑戦した方がいいかしら。で、お姉様はいつまでこの弾幕と勝負するつもり？倒すまでよ。さっきからゴムを使いすぎて。は、お嬢様、このスペルカードはゴムを使ってる時はダメージ入りませんよ。そんなことは知ってるわよ。いや、あまりにもゴムを使ってるので知らないのではないかと。それだけこのゲーム遊んできたと思ってるのよ。だってその割には全然避けられないしね。は？ねえ、お姉様何機あったらこのステージクリアできると思う？さすがのお嬢様でも4機あればいけるのではないかと。明らかにけなしてるわよね。いや、これを見てる感じ4機でも厳しい。8機あればいけるんじゃないでしょうか。ノー被弾でここまで来ると。これを見せられたらね。違うから、これはちょっとノーコンティニュー達成できなくてがっくりしてプレイしてるだけだから。お姉様の言い訳は付き合ったわ。言い訳だけど。何も嬉しくない。どうして一時停止を。バッドなエンディングなんて誰が見るか。私が次に見るのはずっとなエンディングと決めてるのよ。5年後くらいかしら。可能性はありそうですね。ないわよ。お嬢様プラクティスで練習中。なんで今ゴム使った？反射。で、一体当たってなかったわよね。当たってるとか当たってないとかじゃないから、反射だから。殴っていい？ダメです妹様。やはりプラクティスだと緊張感が薄れるわね。でも普通にやったらここまで来るのに何時間かかるかわからないし。お姉様、情報案を出してあげようか。不安が情報案？警戒。そんなに警戒しなくていいから。何よ。マリサを使ってもいいわよ。はぁ、なんでよ。当初の調べで今回のマリサはバグってないとわかったから。あ、うん、でもね、正直マリサの方がむずいっていうか。はぁ、お姉様いつもコウマ卿はマリサが異常に簡単とか言ってたじゃない。ルナティックに挑戦して思ったのよ。ホーミングってめちゃくちゃ便利。でね。あ、私もマリサやハリネコでやってはみたのよ。そうしたら道中の雑魚敵が倒せなくてえらく難しくなっちゃって。しかもちゃんとボスに弾当てないとダメージ減ってかないでしょう。ダメですね。はぁ、ま、一応期待は何でも OK にしておくわ。ノーマルとかハードだったらめちゃくちゃ楽だったのにね。ホーミングに感謝しな。っていうか謝れ。ごめんなさい。でもマリサのあの火力とゴムの長さは本当に魅力なのよね。ボス戦だけ取ったら圧倒的にマリサを使いたいんだけど。道中だな、今から覚え直すのもな。クリアのためなら何でもした方がいいわよ。このゲームを AI にやらせても。そんなことしたらお姉様をこの世から消す。ダメか。本当に長い道のりになりそうだわ。私は問いたい。これが本当に練習になっているのかと。なってるなってる。多分。やめたし。今日はもう終わり。そうですか。では、ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽にどうぞ。それではまた次の動画で。